皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはピンチに陥ったと思う時ほど何かを手放すチャンスだと考えてみるということについてお話をしてみたいと思います。授業をやっているとですね、それが教室授業であろうと、違う授業であろうとも、全てがずっと順調にいくっていうことは基本ないというふうに思っています。私自身ももちろんピンチだなっていうふうに思ったことになったこともありましたし、私自身が、指示をしているコンサルタントの方に聞いても、全部が全て順調にいったっていう方はいらっしゃらないですね。やはり何かしら谷になるようなこうピンチと思われるようなことがあって、でそれで浮上するみたいなケースとかが多かったりするので、その時にですね、何を考えてどう行動するのかによってその先の状況が変わってくるっていうことがあるんですね。ですから今実際にもしかしてすごいピンチでどうしようって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そのピンチと思う時の過ごし方とかですね、考え方とか、そういったものをちょっと今日はですね、私の実体験を含めてお話をしてみたいというふうに思っています。はい、それではですね、私自身の体験をお話しするんですけれども、授業を始めて3年目ぐらいですかね、全ての予約が初めて1ヶ月止まったことがあります。私にとって1ヶ月予約が止まるっていうのは、開業して3年目ぐらいでですね、初めて起こった緊急事態なんですよ。全て計画的に集客ができるように、全ての SNS の方向性だったりとか、ウェブサイトとか、文章を書いたりとかっていうのを、ルーティーンでやってきて、でその時、確かに夏ではあったんですけれども、全ての予約が止まったことがありました。そしてそれ自身に対処するために、あらゆる手段を尽くしてですね、9月10月ですね、10月からの3ヶ月で止まった分の3倍以上の予約が入ったので、結果として1年で見ると別に落ち込んだことはなく、前年対比 130% という形で終わることはできたんですけれども、その時は本当に独立して初めて油汗が出たというか、予約が入らないっていう事態を初めて経験したきっかけではありましたね。で、いろんなケースで皆さんにとってもピンチっていうのは訪れると思うんですよね。私のようにもちろんその予約が止まるとかっていう、そういうピンチっていうこともあるんでしょうし、例えば実家っていうか自宅の状況が急に変わってしまって、私がやりたいようにできなくなったとかっていうようなケースとかもあるんでしょうし、それが人間的な部分の要素でですね、ご主人とかお子さんとか、お父さんお母さんとか、そういった家族の問題で何か、事業が止まるっていうこともあるのかもしれないですし、いろいろあるんですよね、要因としては。ただ私他で勉強した部分でですね、春夏秋冬理論っていう、春夏秋冬っていう、その人生のサイクルが4サイクルを、スパイラルでこう回っていて、でまた同じように季節が巡っていく、その回り方と成長の仕方が、こういうふうにぐるぐる回りながらですね季節を回りながらこうどんどん上に上がっていく上昇で、それで人生成長していくっていうのがあるんですけれども、冬の時期とかはやはり構築しなくちゃいけない時期で、非常にこう辛い地道な努力が必要だったりとか、そういう時期 でそれが春になって芽が出てき始めて、その芽を育てていくっていう時期が春 で夏はさらにそれを大きく成長させて伸ばして、
で、秋、収穫の秋ですね。その秋にはその作ってきたものの結果を、まあ、迎えるみたいな、まあ、そういうサイクルで回っているんですね。ですからそのサイクル上でももちろんその何かがある時っていうのは、自分が変わるないしは大きく成長しなくてはいけない課題が目の前に来ているっていうケースが結構多かったりしているんですね。課題が来ているっていうことは考えなくてはいけないことがそこで出ているっていうことなんですね。で、私にとってはその予約が止まったっていうことで、あらゆることを考え直さなくてはいけない状態になったのが、まあ、そもそも、まあ、予約を取り続けないと、毎月の授業が成り立たないっていう状況をやはり変えなくてはいけないなっていうふうに思った時に、もちろん私のコンサルさんにねご相談したんですけれどもね、まあ、その時にやはり月額課金での、まあ、形が一つ安定を、まあ、呼ぶ内容になるっていうことでしたので、やっぱ会員制ビジネスの仕組みをやはりどうしても導入したいとその時に思ったんですよね。現状私は、まあ、コンサルティングっていうお仕事の中において、会員制ですね、毎月定額で、対価をご請求させていただいて、それに対して、まあ、コンサルティングを行っていくっていう、まあ、そういう仕組みを持っているわけなんですけれども、これをしっかり構築していくと、翌月の仕事が、まあ、前月に決まっていく形になるので、それプラスアルファ何をしていくかっていうことを見ていくことができるようになるので、これが事業の 50% くらいにできているとですね、非常にこう安定と安心感を持った状態で新しい仕掛けであったりとか、より会員さんのための、新しいサービスとか、より充実した内容サポートとかですね、それを考える余力ができるんですよね。それは集客というこう訴えて外向きに、発信をして募集をしていくっていう手間が省けるからです。50% ぐらい安定してくるとですね、残りの 50% を毎月どうにか頑張ればいいっていうレベルになりますし、これが 70% 安定してくると、まあ、30% でいいので、こう自分の動かなくてはいけない領域が減ってくると、いろいろな部分で余裕が出てくるので、まあ、非常にいい仕組みだよねと思って、まあ、それを取り入れたいと思ったのが、全ての予約が止まった時に、事業の仕組み自体を直さなくてはいけないなっていうのを、まあ、感じた時でした。で、その予約を取り続ける仕組みっていうのをやめるっていうことと、あとは、そちらの方に移行していく上で、当時パン教室からコンサルタント業にシフトする手前、いずれはなろうと思ってたんですけれども、パン教室の方まだ主軸でやってた時期で、まあ、そのことがきっかけで翌年からですね、パン教室の比重を下げてコンサル業の比重を上げてってっていう、まあ、2年間かけて売上構成比を入れ替えてたんですけれども、まあ、そういうことも深く考えるきっかけになったのが、その全ての、予約が止まった時にそれを感じて、こういう状況だといけないなというのを感じたので、まあ、いよいよ仕組みを変えなくてはいけないなということで動いたので、手放すことにしたのは、ある程度自動集客ができやすくなっていた、その当時は止まった時期があったにしても募集をかければ満席になるような、そういう教室を閉鎖してでも、新しく自分が本当にやるべき やろうと考えていたことの方にシフトする時期が来たんだなっていうのをその時に感じたんですね。ですから何かを手放したりとか成長する時に、まあ、痛みって伴ったりする時もあると思うんですけれども、例えばそうですね、大きく飛ぶためには低くかがまないとジャンプができないっていう、その反動を使って伸びていくっていうことがあるように、何かこう重たいものを持ち続けながらだと先に行くことができないんですよね。だから先に行くためにも
今手放さなくてはいけないものが来てるのではないかと、今思っている自分が正しいと思っている固定概念が本当に正しいのかっていうのを、再検討する時期にも来ていたりするんですよね。だから何でしょう、基本的には人生のその状況を作っているのが全て自分であるっていうことを理解できるようになった時に、今のその状況を作っているのも当然自分だし、そこには何か成長しなければならない課題とかが出てきているから必要な事象が起こるっていうことになるので、私は実際にそういうふうに予約が止まるってことがしなければですね、順調にいっていましたので、仕組みを再構築を考えようなんていうのはさっぱり思わなかったですし、それによってこうあらゆる本当に私はどういう仕事をやりたいんだろうかとか、誰と一緒に仕事をするのが楽しいんだろうかとか、仕組み自体を根底から変えるっていうのを決意することができたのは予約が止まったからなんですよね。私がだからもう一段成長するためには必要な気づきだったと思います。で、その時に分かった部分で言うと、それは事象として直していった部分は仕組みを変えたっていうのはあるんですけど、同時にですね、ルーティーンですね、日々やるべきことができてないと、その思った成果を得られないこともあるんだっていうことですね。当時で言うとブログをほぼ毎日書いていたんですけれども、その実際に売り上げが止まる3、4ヶ月前ですかね、精神的に家のことでですね、なかなかこうブログが書けるような状態じゃないことがありましてですね、止まったりしてたんですよ。週に1回ぐらいしか書けないとか、そうすると当然それを毎日見てくださってた方とかの見てた量とかが減ったりとかですね、した影響が多分大きかったんだと思うんですけれども、その結果が3、4ヶ月後に現れたっていうことですね。事業の停滞とかっていうのは大概その月に現れるんじゃなくて、3、4ヶ月前とかの自分の行動に大体原因があることが多いので、それも学びになったんですけれども、でそれ以来ですね、私はその何でしょうね、冷たい人になるとかそういう意味ではなくてですね、自分の感情の振れ幅にそのまま影響されて、やるべきこと、ルーティンが止まるとか継続するべきことが止まるっていうのはないことにしようっていうのを決意して、その後も何度かありました。精神的に結構きついなっていう、お仕事のことに関してはですね、そんなにこうきついなっていうよりは、対処していく、冷静に対処していくっていうことでできるんですけど、人的な部分ですね、別れであったりとか、いろいろな状況とかがあるんですけれども、そういう時にやはり精神的なダメージっていうのは結構大きいものになりますので、それがあったにしても前に進むっていうことを、停滞をさせないっていうことをしてからは、そこまで大きな痛手っていうものになることは少なくなりましたね。でそれによって学んだことは、昼夜の心、平常心でコツコツと淡々と続けていくっていう、そのマインドを学んだのもその時期でした。ですからすごいピンチだったんですよ。この状態で本当に事業を続けていけるのかっていうぐらいのピンチだったんですけれども、それによって一つは仕組みを、ビジネス上の仕組みを大きく変えることができたのが1点と、2点目は、継続習慣っていうのを貫くマインドを手に入れる、でこの2つを手に入れることができたので、逆に言うと非常にこう大きな財産を得たなっていうことですね。ですから基本何かが起こった時にどう捉えるかっていう、その考え方でもあるのかもしれないんですけれども、どうにかなるんですよ、基本的には。だから深刻に考えすぎてどうしようどうしようっていう、こう不安の波動が、わーっとこうその人を覆ってる人のところには不安な要素がね結構大きく
来ちゃう、来ちゃうっていうか、多分不安な目で見るから不安な事象が目についてしまうんですよね。でこれがどうにかなるよ、なんとかなるよっていう割と軽やかなライトな気持ちでいると、大した事象じゃないような感じになるんですよ、気持ち的に。そうすると大したことじゃないよねっていう感覚になるので、結果としては実際に軽いことになっちゃう。だから、まあ、考え方次第っていうこともねありますけれどもね、まあ、ポジティブっていう言葉もありますけれども、まあ、前向きに考えることができるっていうのはやはりライトな軽やかな気持ち、もちろん行動もそうなんですけどね。だから明るいっていう言葉あるじゃないですか。明るいっていうのは青を取ると軽いっていうことになりますのでね、明るい人はイコール軽い人っていう、チャラチャラしてるっていう意味じゃないですよ。軽やかに動ける、あと重たくじめっとじとっとしないっていう、まあ、そういう感覚があると、割と授業もうまくいく。だから基本停滞させる大きな要因とかピンチになっちゃう時っていうのは何かをね手放した方がいい、考え方も含めてですね、そういうの気づきを与える時期なんだなっていうふうに、気づきを与えられる時期、考えなくちゃいけないので、それはやっぱりチャンスになるのかな。特に執着ですね、これは手放していく方がいいですね。例えば生徒さんがバサバサと辞めていく、離れていく、その理由を考えても思い当たらないっていう時には、自分も変わっていくチャンスかもしれないし、自分の教室自体を大きく変化させなきゃいけないような、そういう時期である可能性もありますよね。ですから事象自体は辛いものなのかもしれないんだけれども、その先をどういうふうに、過ごしていきたいのか、どういうふうに構築していきたいのかっていう、自分がどうしていきたいのかを自分に問う時間を与えてもらえる貴重な時期でもあるんですよね。だからむしろその状態になっちゃってる時になかなか考えるのは辛いと思うんですけれども、そういう時ほど明るく考えて大丈夫っていう気持ちと、あと何かを手放さなくちゃいけない時期に来てるのかな、自分の次の成長のためにというふうに思ってもらえると、まあ、悪く思えてる事象もそんなに悪く思えなくなってくると思いますので、もしもですね、現状そういうちょっと辛いなと思う、なんで私こんなことになっちゃってるのかなっていうのを考える方がいらっしゃるようでしたら、ぜひ私の言葉をちょっとその時に思い出してみてもらって、大きく成長する次のステップの時期が来たんだなっていうことで、まあ、焦らず怯えず恐れず落ち込まず軽く行動していく、動いていく明るさがあるといいんじゃないかなっていうふうに思ってますので、そんなことを今日はお伝えしてみました。それでは実際にそういうところに陥っている方いらっしゃったらですね、ぜひそんなことも思い出しながら頑張ってみてもらえたらいいと思います。それでは。